白樹ホールは東京都渋谷区富ヶ谷にあるコンサートホール。世界で初めてコンサートホールにリクライニングシートを導入し、心身ともにリラックスできるファーストクラスの音楽空間を演出。最高の響きと美しいデザインが融合された300席の贅沢な小ーホール。ヘルストロンや健康食品などを手掛ける白樹製科学研究所本社ビルの7階にあり、 同社が運営を行う。ホールの名称表記は、白樹ホールか、白樹ホールが正式で、現在は、漢字の、白樹ホールは使用していない。主催公演リクライニングシートを使用してリラックスしながら演奏を聴くことができる開館当初からの人気シリーズ、リクライニングコンサートをはじめ、小村清福田新一をプロデューサーに迎え年1回行われる。 クラシックギターの祭典、白樹ギターフェスタ、音楽家とお客様のお互いの顔が見えるホールの特徴を生かし、白樹ホールがたち、アーティストの自宅サロンになるというコンセプトの、白樹サロンコンサート、歌曲のみの内容で行う、白樹の歌曲、ピアニスト中道行くよがベートーベンと、偉大な魂との対話をテーマに、ベートーベンの音楽と生涯に挑むシリーズ、 中道行くよベートーベンへの道、知的好奇心を刺激し、体が知る、聞く、喜ぶ、新体験をお届けする、バイオリニスト渡辺玲子のプロデュースによる、レクチャーコンサート、ピアニスト坂田智樹による、リスト編曲のベートーベン公共曲,曲全球曲突度のテーマにあった、リスト作品を取り上げる、全球回のシリーズ、巡礼の旅、坂田智樹と辿るベートーベンとリストの軌跡。 ほか、学理イたるや、室内学、声学などの講演を行っている。また若手支援の一環として、日本最大のオペラ団体、二機会オペラ研修所優秀な成績で終了し、晴れて二機会会員としてデビューし、これからオペラの大舞台に羽ばたいていく歌手たちの、ファーストコンサート、二機会、ディーバ、ディーボがある。 2020年6月11日、1回目の緊急事態宣言解除後に、都内で最初に観客を入れてのクラシック公演を開催。白樹ニュースタイルライブ心が喜ぶ縁結び、新しい出会いの形へと題して、コロナ禍に対応できる新しい形での公演開催の模索と、コロナ明けの時代も見据え、今までの概念にとらわれない考え方で、 ホール側と出演者側と協力して開催。また集客面や収益面で通常公演では取り上げにくく、今まで演奏機会が少ないものを紹介できるようにも検討し開催してきた。2020年5月、コロナ禍での公演実施のために、ホール独自の感染症予防マニュアル、白樹モデルを作成。作成にあたり、 新型コロナウイルスの感染防止対策に大変実績のある湘南鎌倉総合病院院長代行医学博士小林修造氏が監修感染症予防の状況や検証などから現状に適応した形に都度改定をして現在も安全に公演を開催している2021年8月の主催公演から公演を終了した後に メンバーズテレビマニュニオンチャンネルにて、会員登録後、有料での配信も始めている。歌詞、ホールコンサートでの利用のほか、発表会、コンクール、レコーディング、テレビ収録、動画配信、講演会などでの利用に対応している。利用する月の15ヶ月前の月始め営業日より、電話にて受付。早割を利用すると、基本使用料金が1割引きとなる。 使用には規定がある。またホール独自の感染症予防マニュアル、白樹モデルにのっとり、感染症予防へのご協力と厳守をいただいた上での使用としている。ドラマや映画、CM の撮影場所として使用されることもある。主なテレビ収録は NHK、クラシッククラブ、BS テレ東、音楽交差点など、近年の映画撮影は、 福山正春、石田ゆり子出演の、マチネの終わりになど。小説、マチネの終わりにの中に、白樹ホールが登場する。最近では、TikTok の生ライブ配信の会場としても、使用されている。白樹子供バイオリンコンクール2003年の白樹ホール、設立時、若い音楽家の演奏機会の創出を、目的の一つとしており、未来ある。 子供たちに素晴らしい楽器を貸し出す、また本物の環境、楽器、指導者との縁を紡ぐ、場を提供するという点で、日本バイオリンの協力も得て2016年に第1回を開催。その後2年に一度実施。第1位と第2位には、分数バイオリンの名器を対応。第1位第3位には、白樹ホール主催の入賞者コンサートへの出演が送られ、ソロ演奏のほか。 審査委員の先生方との共演も行われる。すでに受賞者の中からは、世界で活躍し、多くのコンサートに出演する演奏者が出てきている。2020年6月、1回目の緊急事態宣言解除後に、第3回コンクールを開催。その当時、他のコンクールでは、リモートやビデオ審査などで行う、もしくは中止や延期が多い中、日本で、 いち早く審査員が演奏を生で見て聞いて、審査を行うコンクールを観客は入れない形で開催した。開催にあたり、白樹ホールの感染症予防マニュアル、白樹モデルにのっとり、安全に開催。2021年7月10日白樹ホールにて、第3回の入賞者コンサートが開催された。コンクール開催は2年に一度行われている。 次回は2022年7月30日予選、31日本戦で開催。募集用紙や、募集用語詳細は、白樹子供バイオリンコンクールのホームページに、掲載参加資格、カテゴリー1、小学1.2年生、カテゴリー2、小学3.4年生審査、録音審査、予選、本選審査委員、大谷康子、漆原麻子。 久保田匠主な優勝者、第1回、カテゴリー1。第1位、高橋すみれカテゴリー2第1位、村田加穂第2回、カテゴリー1第1位、吉村姫、マリカテゴリー2第1位、中原リーサ、第3回、カテゴリー1第1位、出口由衣カテゴリー2第1位、徳野由り白獣音楽教室白獣性科学研究所が、解説した、音楽教室。 演奏家としても活躍する一流の講師陣が、音楽を演奏する楽しみと今より、もっと音楽を身近に感じていただけるように、プレミアムなレッスンを行っている。白樹生科学研究所本社ビル内に教室がある。問い合わせ先は、ホール事務所と同じ。クラス、ピアノ、バイオリン、チェロホール内部インテリアデザインアトランティスアソシエーツ、株式会社。 アルベルト・アビュート・インテリア実施設計、思考株式会社竹中工務店音響、設計株式会社竹中工務店技術研究所、特徴、コンセプト。2017年5月21日閲覧。主催講演。2021年10月3日閲覧。ありがとうございます。